和歌山県の岩橋和弘62歳、和歌山市で CD ショップを経営しています。いつもホンダエアウェーブスカイルーフで和歌山の自然を満喫しています。和歌山は頑張ってるアマチュアのねミュージシャンが大変多くてね、その人たちを応援してきて、和歌山ライブの歩き方というライブ情報を発信するサイトを立ち上げました。ユーストリームを使ったインターネットのテレビ局もやってるんですよ。エアウェーブにカメラを積み込みましてね、ライブ会場までの道のりを生中継したりするんですよ。放送を見て東京からライブを見に来た人がいましたね。で、周りの人からよくやるなって言われるんですけどね、新しいことをチャレンジするには年関係ないですから、還暦過ぎてから始めたんです。まだまだいろんなことを多分すると思いますよ。以上、和歌山の岩橋和弘からのスマイルメッセージでした。いろんな大変なことがありましたけどね、楽しいから何歩でもこれやっていきますね。